い、皆さんこんにちは、ポトシンです。今日は長野駅にね、今初っ端来てるんですけど、実はこれからね2日間、一緒に撮影に回るメンバーとここで合流することになっています。まもなくね到着するかなと思いますが、もうタイトルで多分分かっちゃってると思うんですけど、まあ今日はこんな感じで皆さんで僕のねこの故郷の、北信のエリアをですね撮影しながら回っていきたいと思いますので、どんな風になるかちょっと分かんないんですけど、じゃあ2日間行ってみようと思います。あ、来たかな、多分。 It's been a while! Nice to meet you again! おはようございます。いやー、よかったI'm recording as well. おはようございます。おはようございます。おはよう。はい、今日はこのメンバーです。So we are heading to the Monkey Park from now on. じゃあこれからね、モンキーパークの方に移動したいと思います。髪切ったらなんか軍人みたいだな、これ。はい、じゃあ行きたいと思います。ジャンプする。はい、ということでね、今ここに今日のメンバーがみんな揃ったので、池田さんは初めてですね。みちゅです。みちゅ、池田さんの奥さんのあさみさんも初めてのモンキーパークで、エフゲニーさんは3回目、ラコさんは2回目、私はもう年間パスポート持ってたのでめちゃくちゃ来てます。年パス持ってた人間はい、じゃあここがねアート美術館っていうところなので、まあ、ここに泊めてここから30分ぐらい、3、40分ぐらい歩いて、スノーモンキーパークの方にね行きます。とりあえずお腹空いたのでご飯をね食べに行こうかなっていうふうに思います。じゃあ行きましょう。今日はですね、ラーメン屋に来ております。なんだこれ、絶対使わないぞこの Vlog。 はい、天候寺ラーメン来ました。はい、お腹を満たした私たちはお猿が温泉に入るという地獄谷アイン公園と向かいます。ここのトレイルはとても綺麗で、歩いていると本当に気持ちがいいんです。Are you enjoying the snow? Yeah. And the snow fights. Snow fights, yeah. That was intense. It's very dry snow. No, over there it's very nice. Are we? Yeah, over there it's like perfect. Yeah. Yeah. Ah, 本当だ。すごい。ちゃんと作れる。ピクニーさんは。Why my aim is so bad? Okay, one more time. Oh, perfect! はい、って感じでね、ちょっとカメラをねセットしました。今回は 100mm から 400mm のねちょっと長い望遠レンズを使っているんですけども、
まあこの野猿公園、昔はね三脚使って撮ってる人お風呂の前でいたんですけど、まあ爆発的に人気になってからはちょっとケージが設けられてて、多分全然撮影がねできなくなってしまったので、もうほんと手持ちで撮るような感じになります。なので今回はでっかいレンズを持って手持ちで撮っとくような感じですね。今ここは少し上の方から見てるんですけど、この下に川沿いにちょっとしたスペースがあるので、そこに猿がいたりとか、あとはこの道をずっとこっちに行くと温泉があったりするので、そこがメインのこの地獄谷野猿公園になります。今日も人がねいっぱいいますね。じゃあちょっと猿に会いに行ってこようと思います。ということでね、なかなか猿がねお風呂に入ってくれないので、とてもねちょっと苦戦をしておりますけれども、結構喧嘩が多くて、いろんなところでキャッ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 喧嘩をしているので、そんなところも撮影するとねきっとね面白いんじゃないかなと思うので、なんかこう構図とかよりは起こっている現象とか、なんかこう猿の表情とかを撮ったらきっと楽しいんじゃないかなと思いますので、その辺をねやっていきたいと思います。じゃあもうちょっとね撮影しながら行こうかなと思います。とってもね可愛いっすよ。小さい猿たちは本当に可愛いです。今さっきの温泉があったところから下に降りてきたところのちょっと広いスペースになります。ここは川沿いで結構のどかに猿たちがいるような場所で、川の向こう側にいる猿たちをよく写真で撮ったりとか、でっかいカメラ持ってきてる人はここに三脚立ってずっと張って待ってる人とかねいらっしゃいますね。結構小さい猿がこの辺で遊んでてね、すごい可愛いので、なんかそんな感じで猿たちが遊んでるところをね撮影したりしています。じっとしてて本当に寒くなってきたので、だいぶこれで日も傾いてきたので、そろそろね行こうかなと思います。いやいや、行こう。気温が暖かかったのか、お猿がなかなか温泉に入ってくれませんでしたが、可愛い猿の姿に癒され楽しむことができました。みんな笑顔だし、よかったよかった。最後は美味しいコーヒーを飲みながらのんびりおしゃべりをしたり、こういう時間が最高に楽しい。お茶目なエフゲニーさんは長野の冬を満喫しているようですね。無事に初日を終え、猿にゆるさを増すご一行、明日も頑張りましょう。じゃあ皆さんそれぞれ人生を楽しんでください。ナオさん、じゃあ気をつけてね、気をつけてお帰りください。またぜひ来てくださいね。はい、はい、本当に来てください。はい、ラコさんとお別れし、残りの4人はさらなる冒険へと戸隠へ向かいます。どんな冒険が待っているのでしょうか。明日が本当に楽しみです。あ、はい、わ、広い、あ、素敵ですね。
ありがとうございます。楽しみにしております。乾杯乾杯。ちょっと効果音ひどいな。うわすごいな。お肉だよお肉。僕の一回、僕の買い物仲間の。はい、じゃあ皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。じゃあ何ですか。乾杯。イエーイ。イエーイ。うん。今日は早く休もうと思います。おやすみなさい。